こんにちは、ニコです。今撮影しているのが3月中旬です。球根植物が束の間の春を知らせてくれたり、逆に冬の間休眠していた球根が目覚めてですね、そろそろ活動を始めるという時期になっています。ということで今回は球根植物のお世話です。私の庭では早咲きの球根ですね、例えば日本水仙とか神崎クロッカス、ミニアイリス、こういった球根たちが順番にお花を咲かせてお花を終えていっています。こういった球根を来年も楽しむためにもうしばらく育てて、球根に栄養を貯めて、で秋にまた植えられるようにしたいなと思います。それと春植え夏咲きの球根については植え替えの適期になっていますので、植え替えを後半でやっていきます。それではご覧ください。こちらの細長い葉っぱが日本水仙です。広い大きな葉っぱの方はボリジです。水仙は1月から3月の上旬ぐらいまで次々咲いて、いい香りを漂わせていました。今ではね、すっかり花が終わって葉っぱがぐんと伸びて草丈が高くなっています。球根植物ってこうやってお花の後に葉っぱがビューって伸びるものがすごく多いですよね。でこんな風に通路に葉っぱが飛び出してきてしまって、ちょっと邪魔なので葉っぱを結んでまとめていきます。その前に花柄を茎ごと切っています。花のついた茎はちょっと硬くて結びにくいので先に切ってしまっています。この葉っぱを結ぶアイデアは私が大昔高校生の頃に、あるお寺の日本庭園を見に行った時にですね、水仙の葉っぱをこういうふうに結んであって、すごく整然と綺麗にしてあったんですね。でなるほど、こうするとすっきりするなぁと思ったので、いまだにそれを真似しています。まあ水仙としてはせっかくいっぱい光合成しようと思って葉っぱを伸ばしているので、本来であれば自由に広げさせてあげた方が水仙にとっては幸せですよね。なのでスペースに余裕がある方はね、ぜひ自然に任せて伸ばさせてあげた方がいいかなと思います。でこの後の管理なんですけれども、水仙は放っておいても増える、すごく丈夫な植物なので、特に肥料とかはあげる予定をしていません。でこの花壇は夏はですね、もう全部ここに今植わっている球根とか一年草は全部抜いてしまって、別の夏のお花に全部入れ替える予定をしています。ですので5月の末か6月の上旬ぐらい、水仙の葉っぱが黄色く枯れてきたら、球根を全部掘り上げようと思ってます。掘り上げた球根はネットに入れて風が通る日陰で保管しておいて、秋にまたどこかに植えようと思っています。で水仙の葉っぱに隠れてたスイートピーの苗が見えてきたんですけども、これでね、スイートピーも太陽の光を浴びて伸びることができるなと思います。こっちの水仙は邪魔にならない場所なので、くくったりせずにもう自由に伸ばさせておきます。このまま植えっぱなしにする予定なので、もうほったらかしな感じでいきます。はい、次に、水栽培のヒヤシンスとムスカリです。2月ね、こんな感じで、室内で咲いてました。で少し遅れて青紫のヒヤシンスの方も咲きました。これが3月中旬になるとお花がだいたいもう終わってまして、なんか慣れの果てっていう感じですよね。これも土に植えて、栄養をつけて球根を太らせていきたいです。それとこちらの寄せ植えにミニアイリスの球根を仕込んでありました。3月の上旬きれいに咲きまして、この白いのがペインテッドレディという品種です。それとこちらの青いのがハーモニーですね。すごい綺麗な青です。
ミニアイリスはもうどんどんこうやって咲き進んでいってですね、3月中旬になると順番に花がまあ終わりに近づいています。そうするとやっぱり葉っぱが伸びて、寄せ植えがちょっと混み合いそうな感じになっています。ここは球根をビニールポットに入れてポットごと植えてありますので、ポットごとスポット抜いて別の場所に植え替えようと思います。土の配合は草花用の培養土をベースに、水はけ強化のためにちょっとね、日向土、軽石を2割ぐらい入れます。そこに元肥の、マグアンプ系を入れておきます。で混ぜて、鉢に鉢底石を敷いて土を少し入れて、でここにですね、水栽培のヒヤシンスを植えていきます。根っこが伸びてるので球根をちょっとね、片手でこう宙に浮かせるような感じで支えながら、もう片方の手で土を足していってます。この先に咲いた方のピンクのヒヤシンスがすっごいやっぱり葉っぱが伸びてますね。はい、寄せ植えの方ですけど、ちょっと葉ボタが伸びて邪魔なので切ってます。でここに球根、ミニアイリスの球根が、こんな風にね、ポットのまま埋めてありますので、このまま抜き取ります。下から根っこが出てますね。でこれを鉢の方に移していきます。水栽培のムスカリも一緒に植えます。寄せ植えの土に直接球根を埋めている場合はちょっとね、今の時期抜き取るのはまだよろしくないので、葉っぱが枯れてくるまで、まあ5月ぐらいになると思いますけども、葉っぱが枯れるまで置いてあげてから、まあ枯れてから掘り上げるのがいいと思います。寄せ植えの方のミニアイリスを抜き取ったところ穴が開いてるので、ここに忘れずに土を埋めておきます。で、球根を動かした先の、鉢の方は最後に水をやっていきます。メネデールをね、入れた水をあげたいと思います。この後の管理なんですけれども、このね、新しくというか動かした球根は1、2週間このままちょっと、新しい土にちょっと馴染ませてあげて、馴染んできた頃、まあ、1、2週間経ったら、液肥を、薄いのから始めて液肥を与えていきます。週1回ぐらいやった方がいいかなと思います。で葉っぱがね、黄色から茶色に汚くなってきたら掘り上げることができます。ヒヤシンスは来年は水栽培で開花するだけの体力つけるのはちょっと今からでは大変かなと思うので、次の秋は土に植えて、庭で楽しもうかなと思ってます。で、まだ寄せ植えの方で咲いてるミニアイリスはもうしばらく寄せ植えの方に置いておいて、花が終わったら、順次またポットごと抜いて鉢の方に移すっていう風にしようかなと思ってます。はい、こっち別の場所にも地植えのミニアイリスがいます。これはカロリーナという品種なんですけれども、さっきのハーモニーもちょっと濃い綺麗な青でしたけど、これまた綺麗な色ですね。で奥の方で花がクタッと終わっているのが神崎のクロッカスです。3月中旬になってクロッカスもアイリスも花が終わってきたので、ここで液肥をあげたいなと思います。微粉ハイポネックスがね、根っこを育てるカリ成分がすごく豊富で、これが液肥なので速効性もありますし、球根植物にすごい使いやすいかなと思ってます。微粉ハイポネックスを水に混ぜて、お花の終わった球根に与えていきます。ミニアイリスは兵庫県南部のね、うちみたいなちょっと夏がすごい暑い地域では植えっぱなしで夏越すのがちょっと難しいので、葉っぱが枯れたら掘り上げたいと思ってます。
でクロッカスの方はここの同じ場所で何年も植えっぱなしで毎年出てきますので、今年も植えっぱなしで、肥料やったらあとはほったらかしな感じでいこうと思ってます。ゼフィランサスです。周りの宿根サルビアがだんだん年々大きくなってですね、押されて夏窮屈になるので別の場所に移します。夏の終わりにね、こんなお花が咲きます。タマスダレっていう和名を聞いた方が、あタマスダレかと思われる方もいらっしゃると思います。冬も葉っぱが青々した常緑の球根植物です。で別の動画でクレマチスをですね、冬に掘り上げたところがあって、ここなんですけども跡が空いてるのでそこに移していきます。でついでに近くの宿根サルビアを切り戻します。根元からね、新芽がこんな風に出てきてますので、上の方の硬くなってる枝っていうのは全て切ってしまいます。これはサルビアアフリカンスカイっていう、夏に爽やかな色のお花が咲くサルビアですね。はい、すっきりしました。でゼフィランサスを掘り上げていきます。水仙とかクロッカスみたいに葉っぱが枯れて落葉すると、その休眠に入るんだなっていうのがすごく分かりやすいんですけれども、ゼフィランサスは常緑なので、案外ね、掘り上げの時期とかこの植え替えの時期っていうのはよく分からなくてですね、なんかタイミング逃しちゃうってこともあるんですけど、この3月4月っていうのはすごく動かしたりしやすい時期になります。冬の休眠からちょうど冷めて、成長をね始めていく時期です。でなおかつ8月頃の開花までまだ少し時間もあるので、今動かしてしまえばまた新しい場所で、根っこを張ることができます。わけぎとからっきょうみたいな球根です。掘り上げたついでに枯れ葉を軽く取り除いておきます。ゼフィランサスの枯れ葉もありますし、他のね、周りの木の葉っぱとかも間に挟まってたりするので、そういうのもかびたりとかしないように、こういう植え替えの時なんかにね、ついでにちょっと取っとくと綺麗になりますね。そして新しい植え場所に植え付けていきます。もうゼフィランサスは大変丈夫なので、あんまりね、肥料たくさんいる植物でもないですし、ここの場所は割と堆肥とかもよく入っててふかふかしてて割と栄養ありそうなので、もうちょっとね、元肥も入れずにやってます。植え付けができたら最後にたっぷり水を与えます。でその他はもう特にやることが何もないです。この後の管理としても非常に丈夫な植物なので、もう肥料もやらなければ、普段の水やりももうしないですね。放置でいきます。日当たり水はけがいい場所であればお世話は特にいらない植物です。はい、ということで球根植物のお世話でした。参考になった、面白かったっていう方ね、いらっしゃったら高評価ボタンでぜひ応援よろしくお願いします。それとよろしければチャンネル登録をしていただいて、今後も引き続きご視聴いただけると嬉しいです。では次回また動画でお会いしましょう。さようなら。